こには何もなくて誰かの作る幻想で。
いやもう本当なんかいや泣いてないですありがとうございますなんかまず本当今回のいや泣けない今回のライブは本当ボトムラインでまあ庭園で部活で一番大きなライブなんですけど、まあ、最初、まあ、僕らのバンドがそうですねこのライブに出れるかっていうとこでもちょっと怪しいとこがあって、まあ、僕らちょっと2年生が多いんで最初ちょっと出れるかなって心配だったんですけどでもありがとうございますいやちょっと心配だったんですけどなんか本当出してもらえてすごい3年生の方々にはもう感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございますそれで歌うか そうですねあとまあでもそのライブにもかかわらずちょっと僕が先日風邪をひいてしまって今もちょっと声がガスガスなんですけどなんか僕なんかこのライブにが始まるまでちょっと不安でなんかうまくいくのかなって思ってたんですけどなんか逆に風邪をひいたことでそのなんかあるじゃないですかもう底辺まで落ちたらもうそれ以上もう心配することはないみたいなそういうなんかのがあってもう不安が消えてもう逆になんか吹っ切れちゃってもう、うん、頑張ろうっていう気持ちでいっぱいでもうすごい昨日とかもうずっと寝てたんでもう あとずっと寝ててもう練習もせずにあとなんか詰め込みっていう作業が機材を詰め込む作業にもなんか部長からもうなんか出なくていいよって言ってくれてもうずっと寝てましたまあまあそのおかげですごい今日喉はガスガスですけど体の調子はすごくいいんでまあこの調子でまああと2曲頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますWhoa!
ことにならぬ。今日も僕のライブを次の曲で最後の曲です。次の曲で最後の曲。もう早く終わら、なんか多分押してるんで早く終わらないといけないと思うんですけど、まあこのバンドは僕このバンドが最初に結成された時のことをよく覚えてるんですけど、確かこの去年のこのテーンのを決定するなんか発表の時がなんか飲み会があったんですけど、なんか確か僕その時にその時になんかもう他の3人から隅っこの方に呼ばれて、一緒にワンオクやんないかって言われて、なんかまあ、他のみんなはなんかそれについては言わなかったんですけど、なんか僕はなんかこの庭園に出るためにそこのバンドを組んだんだなって、庭園来年の庭園は出るんだなっていうのを思って、多分みんなもそういう気持ちがあったと思うんですけど、このバンド、まあこれでもうこのバンドはギターの高木先輩が、いいですね高木先輩が引退するってことで、もうこのバンドは来年はもうないんだろうなっていうか、もう多分僕はやる気もないんで、このバンドはもうこのメンバーじゃないとやりたくないし、なんか最高もうここでなんか綺麗に終わりたいなっていうのがあって、そうですね、なんかこのバンドが組まれて、まあ1年間やってきて、このステージに立つために今日この日までにやってきたバンドがここで終わるっていうのが、僕はなんかすごい綺麗な終わり方だなって思うんで、そうですね、これでこのバンドは綺麗に終わってまあ次の曲で綺麗に終わって、解散だ、
このバンド、うん、寂しいですけど終わりたいですじゃあ次で最後の曲です。ございます、はい、お願いします。Tell me something.